안녕하세요, 빅덧입니다. 오늘은 이 장수 잠자리가 효과가 있는지 없는지 검증의 시간을 가져보도록 하겠습니다. 검증은 인터뷰로 대신하겠습니다. 함께 가실까요? Let's go, go, go! 갑자기 뛰었더니 쥐가 났습니다. 천천히 걸어서 가야 되겠습니다. 私山に登るのでその時につけて登ったりとかしてるんですけど蜂とかアブとかあとハエとかは来ないですね。で、蚊は刺されちゃったけど、まあ、帽子につけてるのでもしかしたらこの辺とかにもつけたら効果があるかもしれないけど、腕とかはちょっと刺されます。ただ帽子につけてて顔周り首とかは刺されなかったので、もしかしたら蚊にも効果があるのかな。あのこの時期だとこうちっちゃいハエのちっちゃいのみたいのがすごく飛んでて、こう目とかに飛んでくるやつがいるんですけど、それがこう帽子の後ろにこうウニヤマくんつけてたら、顔の前は来たんだけど、ふとこう帽子逆にしてみたらパーッといなくなったんで、あ、やっぱり効果あるなと思って、で戻すとまた寄ってくるんで、多分ハエとかそういうのには結構効果があるかなと思ってます。うん、私も今つけて畑とかに行くんです。蚊は全然来ない感じで、すごくありがとうです。いいえ、こちらこそ。よかったです、効果があって。なかなか手に入らないからですね。ああ、はい。うん、今高いんですよ、他で買うと。そうです、はい。私もすごくよかったんです。はい、次は多分チョンジュさんが作れると思うので、ぜひ作ってください。今チェリーを持ってきて、今から作ってみます。うん、ぜひお願いします。出来上がったら比べたいですね。はい、効果が待ってます。やっぱいろんなところにつけると、そうですね。なんか T シャツとかだったらこう絵とかが、絵でももしかしたらね効果があるかも。 T シャツに絵が描いてあったら今後の、はい、うん、でも効果があるかもですね、もしかしたら。いいアイディアですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今から鬼山郡の作りに行きます。作り方を次の映像で教えます。期待してください。登録といいねお願いします。